産休の資格仕事で活かせると思ってるの？この質問最高の回答例があります。圧迫面接であるあるな質問ですが、全然仕事に活かせない資格だったのか、勉強不足だと思われたのか、めちゃめちゃ不安になりますよね。この場合面接官の意図を察して仕事で活躍することをゴールとし、その過程に資格の取得があったことをアピールしましょう。ぜひ保存して繰り返し練習してみてください。回答例はこんな感じ。簿記3級の資格仕事で活かせると思ってんの？はい、私としてもこの資格のみで本社のお役に立てるとは思っておりません。資格はあくまで途中経過であり、本社で活躍するための必要最低限の会計知識やセルフマネジメント能力の獲得、資格取得における勉強方法の確立のために受験させていただきました。入社後はこの経験を本社業務に生かし、スピード感を持って業務のキャッチアップに臨む所存です。